まあ、まあ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 、マリオメーカーやっていきたいと思います。よろしくお願いします。3コース送ってくださりましたんで、3コース。遊べるかな？時間次第ですが、やっていきたいと思います。まずはこれから行きましょう。フィニッ！これは、はい、はい、はい。いや、全然無理、全然無理。でも、右を使いながら、はい、はい、いや、全然いけないわ。いけねえ、いけねえ、届かねえ、届かねえ。ということは、一旦左。はい。これ下どうなってる？はいはい。はいはいはい。おうおうおう。もうここじゃねえんだな。もう間に合わねえよな。そうだよね。あ、なんかある。なんかあるぞ。待って。おう。おう。あ、壊せた。そんな。お、なんかあった。なんかあったぞ。いっぱいあるぞ。届くよね、これならね。ここもなんかあるよね。なんかあったぞ。ああ、取れなかった。あ、惜しい。取れそうだったのに。これスターでしょ。ですよね。右行くしかないか。うわー、こっちじゃねえのか。こう叩いて、取って、右に行く。被弾す、耐えた。よしよし、まあいいでしょう。まあまあ。入れますよね。で、よし、よく見た。よく見た。へい。うわぁ。二日酔い早く治って。なぁ積んだ。あ、ということはトラップだな。入るなってことだな、途中のあれは。待って待って。いけるんだろ？おーしよし。これは入らない。あれ？あ、多分あそこに繋がってる。上はいけないか。ということは、下ですね。はい。土管とりあえず入らなくていいんだったら入りたくないんだけど。うん。こっち行って、キノコ取って、あ、ダメだ。被弾せざるを得ない。上も行けるね。はい。なんとなくあるな。わかるよね。やめて！クラブ。これはしょうがない。じゃあもうここ入りますぜ。ででで、よし。欲しい。乗りたい。キノコか。下に行くよ。ズドン。大ゴラタ。あー、よかった。結構早くクリアできた。チビマリオか。うわ、上になんかあった。マジか。じゃあ、こっちで行こう。ほい。ほい。はい。よし。クッパファイヤーか。ああ、ハテナが消されてしまったぞ。あー、しまった！しまった。これは？よし。これで一回被弾できる。だいぶ楽になりました。なんでヒップドロップ出るの？待って！でも壊してくれた。ここも壊してもらわないと。クッパファイヤーが来てくれないとダメだ。壊せ。いい子。よしよし、ナイス。いい子か。クッパファイヤーないと、先に進めないってのは嫌だな。え、なんかあった。なんだこの隠しスターは。いいのか？これ見つけないと絶対クリアできないようになってんな、これ。ほ。なんかある。ないよね。ですよね。
バネ。やべ。やりすぎた。うん、いけたね。スターですね。よし、あそこはトラップだったんだな。なんか動きがすげえ重いんだよな。なんだろう。キノコか。入らない。終わった？スターかなんかがないとダメってことか。あ、いける。一回被弾すればいけるぞ。やったイエーイ、クリアー。やってみようか。いいね率がすごいことになってましたね。ポケスポケス。この人何者？さっきも出てきたけど、ウィッチなんだ。なんだ、メグミンか。何のキャラなんだろう。なんかニセ恋とコラボしてましたよね、マリオメーカーなぜニセ恋と思ったけど。あ、大丈夫、当たんない。魔女は鏡に映らないって、そういうことか。これが鏡ってことか。あ、やべえ、取られた。なんだ、いきなり孔明かよ。こっから孔明気にしながら行かなきゃ。なんか怪しくね。イエーイ。なんて言ってるんだろう。ホゲツホゲツって聞こえるけど。おっと。おっと。このコースが評価されてたわけではないけど、まあ評価されてたけど。え？なんもねえ。こっちか。いけ、めぐみん。あ、めぐみんが。あぶねえ。これだ。おお、ボムヘちゃん。これで道にせやっと進めますね。よーし。ここ違う。この辺。おっと、メグミン取ったはずなのに。ボックスターター。メグミンじゃなくなっちゃったけど。ポケスポケス。そういえばあれなんだね、孔明のあれも孔明ボックスでさえあれできちゃうんだね。これどっちが鏡なの？あ、こっちか。イエーイ、1アップ。あまり意味はなさそう。ここになんかある。やった。ここにもなんかある。で、この上にもなんかあります。おう、これでめぐみんがゴールだ。イエーイ。どっすんが。はいはいはい。うん。へいへい。へいへい。へいへい。お。あ、そういうことか。これこうして。
Fire? Mario? Yeah. くれた。上行きまーす。中間か。あ、今んとこ、おーって感じのあれではないけど。食らわない。ん?止まった。え?あ、動き出した。これすごいね。今のはすごくない?どうやって、あれか、ドッスンのあれだ。ドンで、振動で、死んでたりするんだ。で、変わってるんだ。おー、すげえ。これはすげえな。お、動き出した。なんで?すごいね。これ、止まった。すげえすげえ。お、速くなるんだね。あ、あれか、下がローラーになってるか。ジャンプか。あべえ。なんかあんのかな。イエーイ。あれもすごい。お、楽しむ心みたいなやつを見せてもらってる気するわ。おー、すげえな、やっぱ。この方すげえな。レベル高えわ。楽しいな。クリエイト精神がイケメンすぎる。じゃあ、綺麗に終わったということで、今回はこれで終わりたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。